今朝、札幌市手稲区で乗用車がガードレールに衝突する事故があり、運転していた男性が死亡しました。午前9時前、札幌市手稲区手稲前田で近くを通りがかった人から事故を起こしている車がいると警察に通報がありました。現場では乗用車がガードレールに衝突した状態で止まっていて、警察によりますと運転席にいた男性が病院に運ばれましたが死亡が確認されました。男性は持っていた免許証から30代の男性とみられていて、目立った傷は確認されていないということです。警察は男性が病死した可能性もあるとみて事故の原因を調べています。